あ、井端、侍ジャパン監督も今日は、視察に訪れているということですね。ね、まあ、選手どういった選手を取りたいのかっていうのをお願いしている段階ですよね。さあ、ジャパンの主力でもあります近藤もね、井端さんと挨拶をされたというシーン、まあ、それでいうとホークスはね、他にもメンバー集と思いますし、うん、そうですね、代表に選ばれる選手は多いですよね。で、まあ、もちろん今シーズンの活躍によってまた新たな候補メンバーというのもね、うん、出てくるでしょうね。さあ、今度場所変わりまして、多目的 A グラウンド、こちら B 組の様子ですね。現在投手陣キャッチボールを行っています。これは前田投手ですね。ルーキーですね。わあ、ドラフト1位の41番。くー、まあ、しっかりじっくり育てていこうという球団方針。うん、まあ、今キャッチボールは行っていますが、まだブルペンなどに入る予定はまだないみたいですね。はい、まあ、でもね、はい、僕の頃もその高校からプロに入った時にやっぱりね、そんなに急いで投げろっていう感じじゃなかったんですよね。どっからだ、でも松坂選手が入団した時くらいはもう1年目からバンバン投げたじゃないですか、はい、あれで高卒でもいきなりいけるよねっていう時代も一時あったんですけれども、またね、まあ、佐々木朗希投手なんかがいい例で、やっぱ3年間じっくりかけて、もう5年目から本気で勝負みたいな感じなので、もうそういった育成方針に変わってきてるチームは多いですよね。ピッチャーの、ね、お願いします。あ、もう今これ帰る直前ってことですね。柳田優希ですね、即席の際いい田です。さっきインタビューしてくれた子供もね、ギータに会いに来てるって言ったから、あの子たちいるかな、ね、あ、確かにね、3人のね、お父様と一緒に来て、お願いします、お願いします、ちょっと下がります、下がります、限られた時間ですから、どこまで対応できるか。あ、けどギータ頑張ってますね。そうですね、はい、対応、お願いします、お願いします、試合を終えて、選手によってはこれもうペンボスもしんどいぐらい今日追い込んでる人もいたりしてね。はい、そんな中で、でもね、ファンはね、これを待ってるんでね、まあ、できるときは極力やりますよという、まあ、選手全員そういったスタンスですね。押さないでくださいねってなんですよね。であれだけはね、ちょっと下がってもらっていいですか。ちょっとここは後方でね、ギザさん、すみません、柳田選手、柳田選手、お願いします。ちょっとギータもうしっかりとファンサービス答えています。ギザさん、ギザさん、でも結構してますね。これどこでこうね、やめるのかっていうのもちょっとね、結構、あ、反対側にもね、きっちりね、すごいですね。あ、片方だけだと悪いっていうことね。でも平日なのに多いな。今日は本当に久しぶりに晴れ間も見えましたので、ようやくキャンプがね、本格スタートでした。はい、日差しが差し込むアイビースタジアム、キャンプデイ5、5日目を迎えています。あ、まだギータは鳴ってますね。もう、あ、いいですね。さすがにごめんなさい。ギータでも体調もいいって言ってましたよ、今年。さっき話したの。ね、そして後方対応を行っています。あ、また行きますよ。もうちょっとほっとけないタイプなんですね。でも、いやー、でもこれは結構している方だと思います。ベースのユニフォームの黒いバージョンは確かに白ペンで書くと、なかなかバスの出発時間が多分半だと思うんですよ。それはもうギリギリまでしてる感じですね。バスの出発時間、そう、半出発で中に選手待ってるんですよ。そうですか。だからさすがに、あ、ただギリ、それでも時間守りますね。ギリギリ、そうそうそう、最後20秒前にバスに入りましたという、しっかり時間管理もできてますね。出発ですよ、これで。
さあ選手たちまた明日明後日と第2クール続きますので宿舎に帰ってそして治療メンテナンスを行うということになります。また明日に向けての準備です。ホークス宮崎春季キャンプ中継2024、この後もまだまだ続きます。